氷川きよし復活、ご無沙汰してすみません。期待のシンガーが、その表現の振り幅の大きさを示した3時間。1年8ヶ月ぶりのステージに、ファン6500人が駆けつける。前日は台風の影響で延期に。氷川きよし復帰後初コンサート、キヨシ・氷川プラス・キーナ。25th anniversary コンサートツアー、キーズナが8月17日。 東京有明ガーデンシアターで開催され、復帰を待ちわび駆けつけたファン6500人を前に32曲を披露した。復活コンサートは16日、17日の2日間開催予定だったが、16日は台風7号接近の影響で残念ながら延期に。そして17日はまさに台風一過、澄んだ青空が復活愛の開催を祝福しているようだった。 2022年12月14日東京国際フォーラムホール A でのコンサート最後に無期限の歌手活動休養に入りこの日が1年8ヶ月ぶりのステージだったがまさに期待のボーカリストとしてのその歌の力と表現の振り幅の大きさを提示した3時間だった氷川が黒のラメ入りのスーツで登場すると客席から大きな拍手が送られる オープニングナンバーに選んだのは自身が作詞を手掛け、キネナオトが楽曲提供したウォークだ。どれほどたくさんの人に励まされてここまで来たんだろう優しい人たちがみんな微笑んで見守って、くれたっとファンとスタッフへの感謝を込めた歌詞を一言一言丁寧に届ける。ブランクなど感じさせない伸びやかな声が広い会場の隅々にまで響き渡っていた。 今日は皆さんお忙しい中ありがとうございます。楽しんでいってください、と客席に語りかけ、歌い終わった後は満面の笑みを浮かべていた。このコンサートから一新したバンドのアンサンブルが楽しめる、僕と私の1ページ、手拍子と客席とのコールレスポンスを楽しむ、ハッピー、などを披露。そして白の塩技服に着替え登場すると、歌は我が命で。 改めて歌い続けることの決意を力強い歌で表現。故郷からの旅立ちを描いた出発では換気は待っていた。星空の秋子、海事大丈夫、そして清のずんどこ節など人気曲を次々と披露していくと客席のペンライトが激しく揺れる。白紋付き紫袴に着替えると大い追っかけ音次郎、箱根八里の半次郎。 男の絶唱、白雲の白など、演歌の名曲を圧巻の表現力で歌い、まさに氷川劇場に客席が引き込まれる。後ろにキーナットプリントされたダメージデニムのセットアップに着替えた氷川が、サプライズゲスト TM ネットワークキネナオトと共に登場すると大きな歓声が上がる。そして TM ネットワークのセブンデイズ・ウォー、アコースティックギターを弾く親友と共に披露。 ただ素直に生きるために、という歌詞が深く伝わってくる。ここで、キーナ、です。ご無沙汰していてすみません、と客席に挨拶。お帰り、待ってたよ、と書かれた内輪を見つけ、感激していた。そしてこのコンサートのツアー T シャツを着たキネは、こんなにポップスから演歌まで歌える人はいない、と改めて氷川の歌を称賛。氷川は、 いろいろあったけど、きねさんに励まされて歌い続けようと思ったと語り、二人の絆の深さが伝わってきた。そしてきねが、きいちゃんの歌詞導かれるように曲を書いた、と語った、You a u を披露。ひかわの歌ときねのコーラスが重なると、歌詞に込められた情感とぬくもりが際立ってくる。これからも応援をよろしくお願いします。頑張ります。 氷川が父のことを描いたファザーでは涙を浮かべながら歌い、キネの温かなブルースハープの音色がさらに切なさを増幅させる。大切なパートナー、愛犬のことを歌った、君と僕、そして漫画家、山崎まりが作詞、キネが作曲を手掛けた、慈愛に満ちた温かいナンバー生まれてきたら愛すればいいまで、キネとのセッションを楽しんでいた。これからも応援をよろしくお願いします。 頑張ります、と心身と頭を下げ、だからあなたも生き抜いてを披露し、本編ラストの、あなたがいるから、では、撮影 OK です、と客席に伝え、ファンを喜ばせた。クイーン、ボヘミアン・ラプソディを圧巻カバー。アンコールはドレスパンツスタイルで登場し、一曲目はクイーン、ボヘミアン・ラプソディの日本語詞カバー、訳し湯川玲子だ。 氷川の圧倒的な表現力とパワフルな歌をバンド、ストリングス、コーラスがドラマティックな演奏で盛り上げるとグラマラスなロックが完成。そして、雷鳴とロックナンバーを立て続けて歌った。気にしないではバズーカで客席にカラーボールを届け、客席に降り、歌いながらファンと触れ合う。ファン投票で収録曲を決める、氷川きよしリクエストベスト発売。 9月4日。さらに活動のターニングポイントに歌い、9月4日に発売される。ファン投票で収録曲を決める、ひかわきよしリクエストベストの投票結果で1位に輝いた、限界突破かけるサバイバーを投下すると、客席の盛り上がりはクライマックスだ。そして最後に選んだのは、歌詞の冒頭がひかわのデビュー記念日、2月2日から始まる、緑市だ。 今日はただ本当にありがとうと、集まったファンに歌で感謝を伝え、大断円。過去の曲も大切にしていきながら、新たな世界を作っていきたい。いろいろなジャンルのとにかくいい歌を丁寧に選んで歌っていきたい。4月に新会社、キーズナ、キズナを設立し、新たなスタートを切った日川ファンに感謝を伝えるこのツアーは、9月に大阪、10月に大宮で行い。 10月下旬から氷川清二十五25周年記念劇場コンサートツアーを行う。インタビューで過去の曲も大切にしていきながら新たな世界を作っていきたい。いろいろなジャンルのとにかくいい歌を丁寧に選んで歌っていきたいと語っていた氷川このコンサートがまさにその理想形への第一歩だった。